じゃあ、えー、昨日かな、まあ、ポポン出たからね、新しい NKJ の新鮮品発表出ましたんで、案内していきたいかなと思います。えー、まずこちらですね、えー。7月発売予定ということで、6022、6023。キハ189系、特急浜風と、えー、カニカニ浜風ということで出てます。多分あれかな浜風自体は俺、キハ81系は知ってるんですけど、知らないんだよな、キハ189系は。でカニカニ浜風は、ね、確かね、冬季限定だっけなんかそんな感じの,あの、冬の時期限定の、確か臨時列車かなと思いますね。 多分ね、浜風が多分ヘッドマークなしで、ヘッドマークありのまあ2種類が出るのかなと思いますね。そして5月予定ということで、タ、え、キ、ー、1 9 0 0セメントターミナルの12両、そして2両セットが出るみたいです。ってわけで、ポッポンデッタの方を飛んだんですけど、まだ案内が出てねえんだよな。ちょっと待ちくださいね。えー、っとね、浅草線間違えた。一応ね、なんかどっかから飛べばね、あの、アクセスできるんですよ。こっちかな。 いや、こっちじゃねえな。あれこれどこだ通販の方かなもしかしたらこっちか。あ、こっちっすね。こっちから行けばね、詳しい内容見れるはずです。えーと。違ったかななんかまたフリーズ起こしたな。あー。そうっすね、こっちっすね。 え、まずこちら、キハ189系の浜風がそれぞれで、滝ですね。えー、っと、値段に関しては、まあそんな感じですかね。えー、で、詳しい内容に関してはね、まだ浜風の方は、えー、っと、詳しい案内が出てないんですけども、えー、じゃあまずポスターだけ出すか。でね、ごめんなさい、今の俺、ポスターじゃなかった。えー、っと、とりあえずね、ポスターがないので、あれ、どっかにポスターがであるのかなちょっと待ってくださいね。間違えて戻っちゃった。 えっと、こっちですね。ちょっと画像を消してますけど、えー、え気配189系浜風。えー、大阪と北近畿、えー、山陰を万端線にいいのかなえー、経営で結ぶ特急浜風を新発売。えー、冬季限定運用の特急、カニカニ浜風号も同時発売いたします。ということで出てますね。で、ここ、えー、ちょっとちっちっゃい文章を読みますと、えー、こちら、えー、あ、これは多分あれですね。気配189系の概要ですね。というわけでスルーしましょう。早いもう許諾済みなんだ。すげえな。えっと、今回確かね、えっと、内容としては、えっと、その詳しいね、あの、シャっていうのはまだあの、えっと、浜風の方が出てないんですけど、こちらですね。 えっと、浜風の方クリックすると。え、こちらですね。えっと、こちら。え、これね、一応中身は一緒なんですけども、え、こちらですね。特急浜風。まあ3両での運行で、ダイヤルって2編成だけ6両で運行しますんで、えっと、今回の浜風とカニカニ浜風、合計で3両編成4つ。え、全部車番は違うみたいです。確かどっかにその規制があるんだよな。確か、あ、ここですね。え、全編成で、ことで車番を採用して、え、6両編成での撤去。で、動力ユニットは各セット内に1個ですね。3両のうちどっちかに、えっと、持たし入れるんで、 まあ、6両編成で、まあ、1モーターでも1、3両で1個でもいいっていう感じのね、えー、仕様になるみたいです。で、あとはそうですね、えー、まあ、こんな感じです、ね、実写の液体表示部はスクロール表示になっていますが、浜風、えー、はカニカニで止まっている状態を再現いたしますということでね、えー、まあ、出るみたいです。まあ、だからね、まあ、そうですね、キハ189系、まあ、西日本の方、まあ、欲しい方はね、どうなんですかね、まだキハ189自体は、加藤からもトミックスからも、マイクロからも出てませんのでね、ちょっと面白いのかなと思うんですね。 個人的には面白いかなと思います。ちなみに、ええー、2010年11月7日だから。あ、2010年か。10年前か。へー、うん、そうなんだ。えー、現在、三両編成、七編成が活躍してるんだね。全然知らなかった。まあそんな感じと。で、えー、もう一個のが、えっとさ、さっきのセメントの方ですね。セメントの方が、えっと、もう、シャバンが固定されてて、えっ、ー、と、こっちか。これですね、なんか薄っぽいな。なんつったら、まあ緑でもないのか。まあ緑っぽい薄色。こちらですね。 えっとあれ確かこれシャバン出てたはずなんだけどな。あ出てるわ。どっかに画像ねえかな。あっちゃ画像がねえな。ちょっと待ちかせ、画像ねえ、俺の方はね、出てきたんですけど、ちょっと後でお願いしましょうかね。えー、今回こちら、えー、タッキー1900セメントダメの発売、可愛い紹介時代の製造商品に新たに台車を新規設計して品化。で、えー、12両セットと、えー、2両セットで、えー、製品化。 で、えー、12セットの方は物価とプラケースなんで、これ多分あれかな多岐1900だから、多分あれかなあのー、えっ、ー、とー、あんな貨物の時みたいなケースになるのかなで、一応、えーまあ、2両セットの方に関しては、まあ、透明ケースでの、えー、使用になりますと。で、一応どちらも中国製と。で、一応その詳しい内容にちょっと飛ぶか。シャバンの方はこちらですね。えっ、ー、と、これね、別ページの方なんですけど、これでね、確かこれでね、飛べたんですよ、俺。 あ、そうですね。一応こちら、えー、滝の方の、えー、12列セットがこちらですね。えー、まあ、一1 2 0 4 0から、えー、44、46、48、49、50度、51、53、54、55、56、59度。で、2両編成のがね、ここのな、ね、い45、47が、えー、入ったって感じの、えー、12両プラス2両セットみたいです。こいつ自体どこ走ってるの滝1900セメントターミナルって。俺知らねえんだよな。ちょっと調べてみましょうかね。多分、セメントなんで多分西の方だと思うんですけど。 あったえー、多岐セメントターミナル、えー、全国5箇所にあるんだセメント貯蔵所がえー、そうですねかつてはバラニのセメント専用の私有カセとしてえー、青緑3号の車体のタキ1000カ単価ザを所有してたとただそうだね 今現在の運行は書いてないのえっ、ー、と、営業所としてみたら、えー、福島県の、えー、北方、えー。ただこちら、貨車によるセメントの入荷が2007年3月に廃止。そして、えー、新潟県南和市の五日町。で、こちらが2006年の3月限り廃止。えー、郡山2003年の3月に廃止。高崎1999年の9月に廃止。で、浜松2007年3月に廃止なんで、事実上この車両廃車になってんだ、多分多分廃車じゃね <laughs> 多分俺廃車されてると思うよこの車両もしょうがないから固有の車番で検索しめるかえーっとタキの112040あ出てきたえーこちら半田フトってところにいたんだえータキ1900型えーセメントターミナル車両 そうっすね。うん一応なんか富田ってところにもいたみたいだね86年頃にはえっ、ー、とちなみに一部のこのセメントタウンなだ,だけでえっ、ー、と1万1 2 0え二 2041? 今回この繊維化された2041に関しては西浜松駅が常備みたいですね <laughs> 42番もそうだ あとね、そうですね、43も西浜松。44もそうみたいですね。多分こいつら自体もともと西浜松に常備されてた車両なんですかね。多分西浜松か何かちょっと画像拡大するとと、ランタブレットと、性能悪いから荒くなっちゃうんですけど。うん、多分そうですね、西浜松駅常備なのかなちょっと調べてみる。 えー、そうっすね。西浜松駅常備ですね。全車両とも。タッキー1900 <laughs> えっと、こちら1972年に先行してきた石油のターミナル会社。まあ、JR と、えー、石油元の共同してきた、えー、内陸備蓄基地が大成,、えー、大成功だったので、まあ、セメントターミナル、えー。セメントメーカー各社の共同出資で設立。うんそうっすね。 今一部は垂水鉄道にも行ったんだえ西浜松 JR 東海道線の浜松から高塚駅間にある貨物線駅あ現在もセメントタイミングの基地があるんだへえ知らなかったあとはそうですねえっ、ー、と2300番台の一部車両になるとまあ、糸魚川駅北陸線の糸魚川常備だったり信越線の近江なんか常備駅っていうのもありますね倉科のにもあるんだへえ あんまり知らねえよまあ一応そうですね今回の製品化される車両を見るとまあ西浜松常備あたりにはなりそうなんですかねあとはまあ郡山津常備だったり郡,あ郡山か郡山城備だったりまあ糸魚川駅常備だったりでこいつ自体まだ生きてんのかな多分廃車にはなったと思うんですけど 一応、調べてみようか廃車一応製造に関しては1964年から1981年にかけて、まあ、トータル1729両が、えーまあ、製造されたんだ。んー あ、一応2010年現在では222両が在籍してんだ。知らんけど。今何代生きてるかは、まあ10年前のデータなんで、わかりませんけど、まあ少なくとも222両が10年前生きてたんだ。すごいね。うん。まあとりあえずね、興味がある方は買ってみてはいかがでしょうかという感じで終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。視聴ありがとうございました。